20代の頃に知人と会社をやっていたが、最終的にちょっとありえないような裏切りに遭い、わずか3年で会社を畳んだことがある。とりあえず貯金もほとんど底をつきそうだったので実家に避難し、体制を立て直そうとは思ったんだけど、あまりに昇進でしばらく毎日酒ばっか飲んで荒れていた時期があった。その頃夢にたびたび小さな男の子が出てきた。小学 1,2 年くらいかな。いつもだいたいたっくん元気出してとか言われて俺は目が覚める。俺が小さい頃に両親が俺をたっくんと呼んでいた。何度目かに見た時に夢ながらもさすがに慣れてきたんで、その子に君は誰なのと聞いてみた。するとたっくんのお兄さんだよと言われた。夢の中なので特に不思議にも感じなかった。俺は名前を尋ねるとアスシって言うんだよと。そして子供はじゃあねみたいな感じでいなくなり目が覚めた。まあ俺も酒ばっか飲んでて頭がおかしくなってるのかと自分でちょい怖くなり、いろいろと反省した。仕事もせねばと。しかもせっかく実家にいるのに両親と飯も食わないのもなんだし、その晩は珍しく一緒に食べることにした。テレビを見ながら両親と晩飯食べていた。怖い系の番組でタレントが不思議な体験談を話していた。食卓にはあまり会話らしい会話がなかったもので落ち着かない俺は会話作りのためにテレビに便乗し、その子供の夢の話をしてみた。すると父が、その子を自分でアツシって言ったのかと真顔で聞いてきた。母は何とも言えない顔で俺を見て箸を置いてしまった。父はいぶかしい顔で、とりあえずご飯食べなさい、後でちょっと話があると。俺は内心なんだよおいと思ったが急いで飯を食べた。食後簡単に片付けをしてから両親が改まって話をし始めた。俺には10歳上の姉がいるが、本当は最初に男の子が欲しかったと。まあそれで以後も子作りをしてまた2年後くらいに妊娠したと。妊娠が分かってから何ヶ月かした頃に、とある母の身体的事情で堕胎することに。無事生まれても奇形になる可能性が高いと医師に言われたそうで、やむを得ずという判断だったらしい。堕胎の時点では男か女かは分からなかったそうなんだけど、両親はなぜか絶対に男の子だという妙な確信を持っていて、名前をあらかじめ決めていた。それがアツシとのこと。この話は姉もまだ小さくて覚えていないようだったので、それ以後は一切していなかったと。しかし俺が生まれるまではささやかながら仏壇に水やお菓子をあげていたそうだ。その後だいぶ経ってから、やっぱ男の子欲しいねという話が再燃して、結果無事に俺が生まれたと。その話をしながら母はボロボロと涙をこぼしていた。父は、魂は生きるのかね、うーんなどとしんみり。その夜からとりあえず酒はやめて仏壇にお菓子を備えた。アツシが無事に生まれていたら俺はいなかったんだなと思うと気力が少し湧いてきた。何はともあれ、そのような話がまさか自分にあるとは思ってもみなかったので、それが一番驚いた。